はい、どうも皆さんこんばんは、狼さんでございます。今日はここ行ってみましょうか。死ぬかもしれないけど、まあ行くだけ行ってみましょう。とりあえず 300m だから多分シーモスは耐えられないんで、途中で降りなきゃいけないかもしれないですね。うん、 300m に行ったら多分なんか壊れるんじゃないか。まあ一気にね、一気に爆発したりとかそんなのはないと思うけど、バシバシバシとかなるような気がしますね、なんかね。300m で船外活動できるのかな。降りれるんですかね。降りれるんならね、降りちゃうけどね。うわ、深いな。これどこにあんの、この辺の海溝。あ、この辺だ。うわ、深いなそれ。しかも暗、めっちゃ暗いやん。そこが見えればまだいいですけどね。140、150、あ、そこ見えるね、一応ね。200、あれ、どういうこと、どういうことだ、ここってこと。ここ入れないんじゃない、シーモスだと。あ、こっから行く。あー、なんかそれきついな。それめっちゃきつくない、なんか。あ、これはきついわ、これはきつい。入っていけないんじゃないか、あんなとこか。入っていけないじゃん。 270m。 はい、でなんかぶつかってきた。こっちか。ちょ、ぶつかってこないでよ。あそこだな。あそこだけど、行けないな、向こうに。ちょ、ぶつかってくんなっつうの。ぶつかってこないでよ。ねえ。やめてくれる？体当たりすんの。いや、行けないわ、向こうに。あそこだもんね。マジか。深さ的にはこの辺だね。深さ的にはこの辺。ちょ、ぶつかんないで。ぶつかるんじゃない。あ、痛い痛い、ぶつかった。俺がぶつかった。ちょ、近い。あんまり近づきすぎるとね、わかんなくなっちゃうと。あ、そっか。ここ入っていけって感じ。ここ入っていく感じ。そして、道に迷うな。完全に道に迷うな。なんかありそう。ありそう。あった！あったぞ！あったあったあった。なんちゅうとこにあるんや、お前。19番。よし。超大容量酸素ボンベ。お、すごい。超大容量だよ。来たよ。超大容量で来たもんだ。PDA 当たったと。 PDA 当たった。それだけ？それだけか。反応が悪いけど。うん。それだけかな？怖い、なんか生き物がいっぱいいるんだけど。これなんだろう？卵？これ。卵っぽいな。怖い生き物がたくさんいるので逃げた方がいいかな。これリチウム？リチウムとかまあまあいっぱいあるからさ。帰ろうか。どっから帰るんだろう。あそこにまたなんか光ってるけど、これ何？オーロラ号の集合地点。オーロラ号の、ちょっと待って、なんかビヤーとか言われてるけど、オーロラ号の集合地点。なんだそれ。
オーロラ号の集合地点乾いた地表、行ってみましょう。近いね、近いぞ。あ、浮島、これ浮島じゃん、これ。何のことはないね。浮島の底じゃんこれ浮島の底だ。あ、 PDA ある。ザバーン。ここ来たことあるような気がするけどね来たことあるような気がするぞ。ここ一応見てくるか。カニがいるんだよね。来たことないかな。いや、来たことあるような気がする。なんかあった。ピンクキャップを、ピンクキャップいらないピンクキャップいらない。どの辺、どの辺に出るの。ああ、って言ったってわかんないんだけどわかんないんだけどさ。ゲートどこなんだっけ。ゲート、ゲート、こっち出口、こっち出口だね。ここの島もよく分かってないんだよね。なんかね、一回来た時真っ暗な時に来てるからなおさら分かってないよね、地形がね。あ、怒っちゃった。 あそこから来たのね。あそこから来たんですね。あ、ここだ。電池ないやん電池ないやないか。あ、バッテリーももうないじゃん。あ、バッテリーもないわ。そうか、しょうがないな。使っちゃったからね、あのなんだっけ、あれ作るのに、なんだっけ、なんとかってやつね。なんとかっていうやつで、なんだよでかいやつね、 CMOS とかに使うやつね。なんとか忘れちゃったけど、これをさ、これスキャンしたらどうなの。あ、光るね、光るね。え、これか、あれ、異星人のアーチ。おお、異星人のアーチ。これは、これは関係ないのか。この辺もなんか、なんかスキャンしてそうでしてないんだよね。セルフスキャンは多分感染中って、ね、感染検知、感染してんだよね相変わらずね。宇宙人の、異星人か、異星人のアーチ、意味がわからんね。スペックルトラーを拾う。どれ、これ、違うな、どれだ、これか。植物サンプルん、なんか変なの出たな今。落とすか、落とすか、腐ってくるでしょ、ね、ちょっと今回はCMOSできてるんで、ここ光ってるけど何、違うかCMOSを置きっぱなしでどっか行っちゃうわけにはいかないんで、結局まあ PDA 拾えたからいいんだよね多分ね。目的は達したってことだよね。トウ死ぬかなこれ、死ななかったはい、ガシャン。すごいね、痛い痛い痛い、すごいねこれね。なんだっけ、フローターだっけ、崩れてるじゃん、なんか崩れてきてるけど大丈夫なのかなねえ。お家どっちかな、あっちか、帰ろう。なんかでもこれでとりあえず目的は達したっていう感じがするよね。19番にも行ったしね、 OK じゃないこれ
ストーリーちょっと進むんじゃない、進めないかな。ストーリーが進むときって、ああでもそうか、あれですね、まだ なんだっけ、レーザーカッターで焼き切って進、まだ先に行ってないところが何箇所かあるんで、そこ行ってみたいですね。ね、そこ行ってみようか。この辺は、まあこの辺でもいつも取りに来てるとこかな。ね、いや違うな。だいぶ深いな。だいぶ深いですねこの辺ね。あ、そうでもないか、30メートルか、そんな深くない、深くないか。家が向こうでしょ。なんかたまにこの紫の光が見えるのは何なんでしょうね。たまになんか紫の光見えるんだけど、それが何かよくわかんないな。沈没船のあるあたりじゃないこの辺、違うかな。あー違うってね、沈没船があったらちょっと沈没船の、あったあったあった、これなんか焼き切ってどっか入れたりとかしないのかな。ここはこれに関しては何もないんだっけ、に関しては焼き切れそうなドアはないのかな。あれはドアじゃないのか、あれドアじゃないのか。トコ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 、あ、こっから入れるね、あそこから入れるね、レッツゴー、こっから入れるじゃん。あ、しまった、電池がないんだった。あ、なんか光ってる光ってる。あ、PD あった。パチパチ言ってる。開くんじゃないここ。開かないか。ロックされてる。開かない。これは、バチバチ言ってて。あ、こっち行けるやん。あ、こっちもバチバチ言ってるけど。けど。やばいな。これ道に迷うパターンやな。あ、ダメだな。これちょっと待って。帰れなくなるわこれ、帰れなくなるパターンや。どうだっけ、こう来て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 こうか。ライトライト、バッテリー作ってくれ、ちょっとバッテリー作って、ライトがないと、ライトないとダメだわ。帰ろう結局帰るんかいって言われそうだけどね。うん、じゃあまあ結局帰りましょう。ちょっとバッテリー作ってきますね。バッテリーは簡単に作れるんで、多分キノコとなんかで作れるんで、うん、じゃあ次回、バッテリーを作って、フラッシュライト入れ替えて電池を、であの辺探索していきましょう。うん、ということで、じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。オオカミさんでございました。またね。